さあ本日は、プレミアムウイングの上に平島さんが今映っておりますけれども、本日ですね、はい、当社のプレミアムウイングを取り付けさせていただいております、はい、黒い車かと思いきや実は、はい、こちらなんとボディは赤でですね、ホイールは黒、そしてナットは赤ということで、 そうですね、そしてフロントリップも黒と赤の配色がですね非常におしゃれな車なんですけれども、こちらウイングもですね今回2色の塗り分けの塗装をさせていただいております、はい、そして奥にはもう1台なんか見たことのある車が止まっておりますけれども、はい、これは平島さんの車です、はい、顔広島の車ですね、これは、はい、そうですね、はい、同じくウイングですね、こちらは、こちらのステー部分とウイングのこの部分の2色の塗り分けになっております、はい、そしてこちらが、デモカーですね、はい、こちらも同じような、塗り分けをさせていただいております、はい、そして今日はスペシャルゲストとして、お客様の方にも登場いただきまして、うちの走行会にちょくちょく、はい、もうほぼ毎回ですね、来ていただいておりますので、走行会に来ていただいている方にとってもおなじみの方かと思いますけど、お世話になっております、はい、ありがとうございます。今回ありがとうございます、ウイングつけさせていただいたんですけど、ありがとうございます。まあ、いかがですか率直に。そうですね、最初塗り分け平島さんと一緒の形でしてもらおうと思ったんですけれども、はいはい、まあ、松尾社長とお話しさせていただいて、せっかくならちょっとオリジナリティを出したいということで、そうですね、ちょっと違う形でさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ものすごくかっこいいですよね、この組み合わせです。かっこいいです。はい、平島さんもこの塗り分けにすればよかったですね、今となる。そうですね、まあ、私のベースに考えてもらえるっていう形で、まあ、このそんな欲張れなくていいですよ素直にかっこいいと言えばいいんですよかっこいいです、ね、はい、まあ、他にもいろいろうちの方でパーツはつけていただいているわけなんですけれども、はい、今回ですね、ウイングの取り付け以前からつけたいということで言っていただいておりましたので、今回念願のということで、はい、ありがとうございます、つけさせていただいております、はい、まあ、こういった形でですね、お客様のご希望に沿った配色の方もさせていただいておりますので、まあ、全部この塗り分けじゃないとダメってわけでは決してございません。お客様のカラーコーディネートにですね、応じて取り付けの方と塗り分けの方させていただいておりますので、あとこちらの、これですね、当社の、まあ、エンブレムも2色ございます、はい、今回は平島と同じくこのシルバーの、ありがとうございます別に、ね、平島さんの真似したわけではありませんので、そうですね、はい、大丈夫です、もう平島さんの全く参考にはしてませんので今回はシルバーを選んでいただいたということでですね、黒の方はまたどっかに貼っていただいて、はい、保険用として保険用として取っておいていただければと思いますので、はい、まあ、せっかく今日はですねこうやって2台、赤のボディに黒のお塗り分けのウイングとですね、ついている車がちょうど2台並ぶ形になりましたので、動画の方でお送りさせていただきましたけども、はい、まあ、早速ウイングをつけて早々ですが、次回のカスタマイズは次は足かタイヤかパッドあたりを変えたいと思います。もう全部行きましょう、全部お金があればいきます。ぜひ走行会の前にですね、いろいろまたカスタマイズの方もお願いできればと思いますので、お願いします、はい、よろしくお願いいたします。では最後お二人寄っていただいて、この二人を走行会で見かけたらですね、ぜひ、そして赤コンビですので、はい、声かけていただければと思います。それではさようなら。